あげるわ。これがコンパ流の真髄。やっせ、そこ、てらい。それでは参りましょうか。きっと本当は心優しくて仲良くしたかったのに、人間に伝わらず恐れられ心がすさみ妖怪化してしまったのね。かわいそうに。なんでそんなことがわかんのよ。そんなの姿形を見ればわかるわよ。いつかは味方になることがあるといいわね。ネプテューヌに突っ込むのはやめましょう。それより森を抜ければマーベ国よ。まずは宿場町、そこを抜ければ城下町でお城ね。皆さん、ここからは変身を解いていきませんか。私たちは新書を届けに来ているのであって、争いに来たわけではありませんから。それもそうだな。ハニパ流なら私たちの正体を知ってるだろうが、襲撃に来たと思われたら面倒だ。さすがはベール、ゲーム以外では大人で頼りになるのよね。あら、それは違いますわ。ゲームでも頼れるのが私です。工場があったり、マキナ、巨大メカも研究されてるわ。他にもミュージカルなどのイベントやジェットバイクの競技があったりと、娯楽に力を入れているので、みんなで楽しみたいですわ。本当に侮れないのは近くの島で行われてるらしい牧場やお米作りでしょ。かなりの人気みたいね。産業が多くて隙がないわ。そんなに詳しいの？さてはこっそり忍んで遊びに行ってるとか？敵を知るためには当たり前のことでしょ。ネプテューヌが知らないだけよ。それじゃあ久しぶりに来たことだし、まずは参考だよね。どこから行こうかな。ダメ、まずは新書を届けるの。なくしたらどうするつもりよ。忘れてるかもしれないけど、今は敵国だから、無事同盟が結ばれれば反抗ぐらいできるでしょう。そうね、気づかれないようになるべく目立たないように行きましょう。お城までは結構あるわよね。どうやらその必要はないかもしれません。お迎えが来てくれたようですわ。ネプちゃん、皆さん、迎えに来てくれたの？
私、皆さんが来るのを待ってました。こっちの動きは筒抜けってことかしら。ま、お互い様よね。でも、ならば話が早くて助かりますわ。私たち、イーズンからの手紙があるんだ。私たちとアスちゃんたちみんなでゲームで遊ぼうって。プリンとお団子をお供にね。ネプテューヌ、それじゃわからないわ。ごめんなさい。イースンってのはイストワール。それならわかるかしら。アトム国の大名様ですね。はい、もちろん知ってます。アトム国の女神の恩人は大名様とはそんなに親しいんだ。うん、その大名のイースンだね。アシちゃんたちと同盟してスチームレギオンを。ちょっとネプチューン、最重要トリプル S 級機密書類の内容をそう気軽に明かさない。ダメなの？アスちゃんにはいいでしょ。これから仲良くしようって相手なんだから。だからそういう話じゃなくて、新書の内容は勝手に話しちゃいけないのよ。あ、そのごめんなさい。ネプ、どうしたの突然。お察しの通り、マーベ国ではすでに鳩の国に潜入している忍びから情報を得ています。共闘、同盟の提案があると。もしかしてアシちゃん知ってるの？それで伝えに来てくれたってこと？はい、我が国の大名様からの返事は決まっています。私はそれを伝えに。その様子を見ると出迎えに来てくれたというわけではないのですね。つまり同盟は。いな、この流れならそうよね。知ってたらでいいんだけど、理由を聞いてもいいかしら。我がマーベ国はスチームレギオンの襲来を長きにわたり膠着している鳩の国との戦況に大きな変化を与える良い機会と考え、これを打倒鳩の国の契機とする。故に同盟という馴れ合いには応じない。それが大名様の答えです。あ、大国の考えそうなことよね。くーん、せっかくここまで来たのに。本当にごめんなさい。アスカさん、あなたが謝ることではありませんわ。そうよ、あなたは何も悪くない。私たちもこの可能性をもっと考えておくべきだったわ。でも私は本当は戦いたくないんです、皆さんとは。私と一緒でアシちゃんもそう思ってくれてたんだね。もうこっそりコンパ流に入っちゃいなよ。ええー、今ならば私の家族、妹として鳩の国に来ませんか。歓迎いたしますわ。なんでちゃっかり妹にしようとしてるのよ。それにネプチューヌやベールが言ってることは、アスカが抜け人になるってことでしょ。もし抜け人になれば死ぬまで追われ続けるし、もし捕まればどんな目に遭うか。ネプ、そんなにひどいの？そうね、狭い部屋で薬を飲まされ、屈強な男たちに囲まれ、朝までってな話はよく聞くわね。そんなスマートフォンみたいなことありません。それはどんなことなのかしら。栄養剤を飲まされて徹夜で国を抜ける理由を聞かれ、説得され続けるって話よ。え、あ、そのなんだ、私ってば。アスちゃんの盛大な勘違いけど、それはそれできつそう。アスちゃん本当はどうなの？いえ、それに私は抜け人になりませんから。私はマーベ国を信じてます。それがあなたの正義なんですのね。はい。
害攻撃、抵抗レベルミニマム、別進行、ノープロブレム。スチームレギオン、いけませんわ、街を破壊しています。させません。アスカ、参ります。忍び転身。さすがに放っておけない。私たちもやるわよ。アスカさん、町の人たちを安全なところへ。ここは私たちに任せてください。はい、ありがとうございます。これ以上好きにはさせないよ。パパッとやっつけちゃわないとね。ニンニン変身。エネミーを確認、デストロイ。さあ、私が相手よ。容赦はしない。この辺りの奴らは倒したかしらね。ええ、ずいぶん数が多かったですけれど。ありがとうございます。アスちゃん、みんな、よかった、無事なようね。まあ、おい。何、ブラン。気になったんだが、機械忍者たちはこの宿場町を狙って現れたのか。普通はもっと。まさかお城も。だろうな。これじゃただやられに来たようなもんだ。私戻りますね。あの、同盟のことは本当に。皆さん失礼します。アスちゃん、ちょっと待って。鳩の国の襲撃のことを考えると、城にはそれなりの数の機械忍者が襲来しているはずよ。そっちも手を貸すわ。ねえ、同盟のことはひとまず置いておきましょう。今はスチームレギオンを排除することが重要ですわ。え、でも理由が必要なら、マーベ国に倒れられると困るんだ。まあ、奴らの戦力が私たちの鳩の国に集中されると少しだけ厄介かもね。ふん、仮とか思うなよ。後でぶっ倒すとき手応えないとつまんねえしな。皆さん、ということだから行くわよ、アスちゃん。はい、ありがとうございます。町に侵入した機械忍者を片っ端から倒しましょう。手分けした方がいいかしら。それは難しいかもしれないです。皆さんは私と一緒に行動してください。どうして。私たちが混乱に乗じて攻め込んでいると思われると三つどもえになる可能性がありますし、こればかりは仕方ありませんわ。まずは城を目指して大名様と話をつける。正式に許可を受けた後に、ハニパ流と協力して町の機械忍者を本格的にぶっ倒す。そうですね、それがいいと思います。協力してもらうのにすみません。気にしなくていい。鳩の国だってマーベ国と同じことがいつ起きてもおかしくないしな。ええ、アスカが謝る必要はないわ。ネプチューノの考えがお気楽なだけよ。敵を疑ったりしないのはいいところでしょうけど。ノワールってはすぐそうやってけなしつつ褒めるんだから、相変わらずツンデレよね。
別にそんなんじゃないわよ。ごめん、のんびりしてないで早く行きましょう。アスカ、道案内は任せたわ。はい、一緒に行きましょう。私についてきてください。私についてきなさい。この術で、それ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 、
重なものだといいわね。せいふっかそこやっふっかそこっやっせいふっかてなっやっマックール知り合いなんですか？敵に囲まれてます。加勢しましょう。エネミーアンノンミッションエクスターミネイト。貴様らには興味はない。アビリティ起動手裏剣。遅い。ここにいるの？あなたの目的もマーベ国だったってことかしら？いる。強者が。またもしかよ。ただでさえ面倒な時だってのに、何なんだ。まあ、機械忍者と戦っていた以上、私たちの敵というわけではないでしょう。敵の敵は味方と言いますし。そうは言うけどよ。森では襲ってきたことを忘れてるんじゃねえのか。強者とか言ってたけど、私たちも向かっている方向よね。きっと後ろではハニパ流とスチームレギオンの忍者が戦っていますわね。どちらが目的なのか、まあ言ってみればわかりますわ。
のごとく撃滅。覚悟はいいかしら。成長したわ。やっ、終わったわ。やっ、やっ、やっ、ふっ、やっ、そこ、やっ、ふっ、やっ、そこ、ふっ、せ、ふっ、そこ、そこ。やっ、やっ、やっ、そこ、てっ、この術で、やっ、え、え、ふっ、あ、そうあったわ。それ、それ、これはどう？まずい。一人だけ妙な格好をしてるけど、ここにいる機械忍者たちの親玉か？そのようですわね。他の機械忍者に指示を出しているみたいですし、雰囲気の違いでわかりますわ。なんか忍者っぽくないわね。スチームレギオンはみんな忍者っぽくないけど、あいつはさらに違うわ。そうかしら。見た目で判断するなんてナンセンスよ。それを言ったら他の忍者たちから怒られるわ。それもそうね。たまにはまともなことも言うのね。あいつ指示を出してるってことはリーダー格ね。
見つけられたのはラッキーだったわ。頭を潰すのは戦の基本。叩けば統率は乱れるでしょう。トップでないとはいえ効果は絶大。やりましょう。ええ、町を破壊するなんて許せない。後でみんなと観光しようと思ってたのに。そうだったんですね。あそこのお団子屋さんで皆さんと一緒に食べたかったな。おい、そこのデカブツ。貴様、マーベ国の忍者たちか。ならば一つ言っておく。我らスチームレギオンは忍者なら雇用相談無料。仲間になるならば殺しはしない。忍びと戦うのではなく町を破壊する。そんな卑怯者の仲間になる気はありません。人ではなく町を壊すか。そんな優しさ、甘さがわからぬか。ならば仕方ない。暗黒剣と忍術暗黒を受けてみろ。僕と味わえ。この団長、剣に迷いがあったみたい。もし生まれ変わったら、暗黒剣ではなく、聖剣使いになるでしょうね。すごい！そうなんですか？それなら私も生まれ変われるよう願っておきます。信じてくれるのね。ツッコミが入らないのは寂しいけど、なんだか新鮮。アスちゃんのこと、気に入ったわ。え？ネプちゃんが自信満々で言ってたから本当かなって、私もつい信じちゃったけど。こんなことしてる場合じゃないです。お城に急ぎましょう。お城の近くなのに、こんなところまで機械忍者が。スチームレギオンの狙いは城のようですし、いてもおかしくありませんわ。これって結構攻め込まれてるってことよね。アスカ、城は大丈夫なの？大丈夫です。お城にはみんながいますし。ま、この程度で城を落とされるようじゃ鳩の国のライバル失格だけどな。ずいぶん遠回しな気遣いですね。素直に心配してると言ったらどうでしょう。
別に気遣ってね。これ以上ブランの機嫌が悪くなる前にお城に着くかしら。ありがとうございます。ここをまっすぐ行けばお城の入り口、大手門です。てりゃやるな。他のやつとは一味違う。何者だ。My name is スチームレギオン忍者アマーノ。我が修道術式は最強。パニパ流のホムラ。この門を抜けられると思うなよ。よかった、無事だったんだ。すぐ加勢するね。アスカ君、悪いが今いいところだから手を出すなよ。こいつは私がやる。シングレギュその力見せてやろう。蹴りをつけよう。さあ行くぞ。いざ尋常に勝負。死ぬぞ。でーバカな。徹子様、総理。随分苦戦していたようだな。苦戦なんてしていないって。鳩の国の女神四人たちか。なんでここにいるんだ。おかしいだろ。私たちはマーベ国に新書を届けに来たの。だからここにいてもおかしくないわ。アスカ、うちの大名様は同盟は飲まないって。もしかしてまだ伝えてないのか。それは伝えたけど、それでも協力してくれるって、一緒にマーベ国を守ってくれるって来てくれたの。はあ？同盟を拒否したのに。わけがわからん。混乱するのはわかりますが、あなた方だって鳩の国が襲撃された時に戦ってくれたではありませんか。それもそうか。ま、私は寛容だから細かいことは気にしない。刃を交えた中、手助けしたくなる時もある。それでこそホムラちゃん。ユミちゃんとミヤビちゃんは一緒じゃないの。ああ、二人なら大名様を守ってるはずだ。この辺は片付いたし、私たちも行くぞ。うん、あとちょっと頑張ろう。我が国の大名様は安全な場所に避難しました。あとはあなたたちを倒せば終わりです。残念だったな。お前たちの思惑通りにはならん。ふん、それはどうかな。何？少しよろしいですか。ここからは私が話します。あなた方神楽候補である忍者たちはハニパ流の中でも手だれと聞きます。そしてニンジャーとはあくまで傭兵集団のはず。雇用主と命運を共にする義理もないでしょう。あなた方に今よりはるかに好条件を用意できます。こちらに契約を乗り換えませんか。引き抜きということ。はい、私たちの力は十分に分かったはずです。これ以上無駄に争わずに済みますから。ハニパ流の忍びはマーベ国直属。あなた方のような雇用関係ではありません。私は国と己の正義のために戦っているのです。ユミは
国へと献身を捧げる前に、悪人である私に国への忠義はそれまでないな。お前たちの誘いには乗らない。ハニパ流の忍者、もう一度言う。雇用契約をスチームレギオンと結べ。結びません。絶対に。むやみに力を振るい、町を襲うような者たちに組みするなど、あなたたちに正義はありません。やられっぱなしは性に合わん。私にも誇りがある。分かっていたさ。言ったろ、テツコ。無駄だと。竜たち、ならばどうする。ここで。ユミちゃん、ミヤミちゃん、大丈夫？アスカさん、ホムラさんも無事のようですね。よかった。二人とも遅いぞ。何をしていた？思ったよりも敵が多くてな。ちょっと楽しみすぎた。ここで駆けつけた仲間と共に戦いを挑み、無駄に命を落とすか？私たちを忘れてもらっては困るわね。コンパ流とハニパ流の2つを相手に勝てるかしら？あなたたちは女神4人、なぜここに？所用で来ていたのですが、そちらの忍者が町で暴れていたのを見かけて、私たちも混ぜていただきましたが。ハニパ4人と女神4人が揃うとは面白い。ならば改めて挨拶しておこう。ミーはスチームレギオンのトップ。ええ、聞きましたわ。忍者なら雇用相談無料と言っていた方ですわよね。ノーノー、違う。忍者じゃない、レンジャーだ。くだらねえな。そんなもんどっちでもいいだ。ブラン、動くな。女神4人は落ち着きがなくていけない。まだ挨拶の途中だ。早い、射撃動作が見えませんでした。うん、言うだけのことはある。これがスチームレギオンのトップか。ミーはサイトリューマスター、ヨーゲイマン。この世界の忍者とは次元が違う。信じられなければかかってこい。上等だ、この。ヨー、挑発はやめてください。これは挨拶だと言ったはずだ。力の差を知れば考えも変わるかもしれん。それならば、私も挨拶がまだでしたね。遅くなりましたが、私はスチームレギオンのテツコ、ヨウのマネージャーみたいなものです。マネージャーテツコは面白いことを言う。なぜマネージャーなんだ？マネージャーの方がそれっぽいかと思いまして。私たちは忍者を、強い忍者を求めて。地祭りにしてやる。今しめろ。ふん、まだ他にもいたか。いい次元に来たな。マックル、完全に死角をついたはず。強い。ああ、強い。風より、雄よりもな。ならばこそ、貴様に聞きたいことがある。俺のことを知っているか？さあ、ユーなど知らん。が、ユーのその忍び装束、見覚えがある。知っていることを話してもらう。先に二大国の忍者と話したかったが、待つつもりはないか。必死だな。よ、すでに話し合いをする雰囲気ではありません。私たちの目的は済んでいますし、ここはこのままやり合ってもいいが、それに意味はないか。
逃がさん。ふん、ならば追ってくるか。好きにしろ。行っちゃった？行ったみたいね。さすがはマスターというだけあって大物のオーラがあるじゃない。ええ、強そうでしたわね。しかし銃の動作は見せていただきましたし、次は遅れを取りません。あの黒いやつは何だったんだ。追っかけて行っちまったけどよ。マックール、わからないわ。相手が何か知ってそうな様子ではあったけど。アスカさん、ユミちゃん、あのどうして女神四人たちが。あのね、ユミちゃん、スチームレギオンの襲来に乗じてシェアクリスタルを壊しに来たのか。構わんぞ、ここでケリをつけよう。違う、違うの、ミヤビちゃん。何？アスカさん、どういうことですか？それはね、私とアスちゃんは仲良しになっちゃったのよ。えいっ！ネプちゃん、そんないきなりギュって。アスちゃん、ふわふわで抱き心地がいいわね。このまま鳩の国に連れて帰ろうかしら。ダメです、アスカさんは私の。ユミちゃん、いきなり何って、ちょっと引っ張らないで。絶対に渡しません。話してください。話さないなら力ずくでも。冗談よ。アスカさん、もう大丈夫です。悪は私が追い払います。ユミちゃん、違うの。ネプちゃんたちは協力してくれて、同盟のことはもう知ってる。それでも気にすることはないわ、アスちゃん。すみません、同盟のこと。本当にアスカのせいでもなければ、国と国のことですし仕方ありませんわ。あなた方と共に戦えるのを楽しみにしていたけれど。おお、私たちに何度も言わせる気？気にしないでって言ってるのよ。うん、謝るよりも言うことあったんで、今回はありがとう。アスカさん、ユミちゃんはなんで睨むの？それじゃあ私たちは帰るか。怖い目で見てるやつがいるしな。なんだ、せっかく来たのにやっていかないのか。新書を届けに来ただけだ。なぜか戦いっぱなしになっちまったかな。さすがに疲れた。それよりも町の状況確認と後始末の方が重要だろう。みやび、悪いな。町は結構やられてしまった。スチームレギオンは引き上げたみたいだが、町を見回っときたい。手伝ってくれ。それに大名様への報告も忘れないでください。私たちの役目です。わかった、それならさっさと行くぞ。それと女神四人、世話になったな。ええ、それじゃあまたね。あの、私がマーベ国の外までお送りします。随分壊されちゃったね。機械忍者たちの姿がもうないけど、テツコとヨウ・ゲイマの二人と一緒に引き上げたってことかしら。スチームレギオン、最強の流派を決めるだけならこんなことする必要ないのに。力の誇示ですかしらね。あるいは挑発なのか。なんだか気になるわね。シェアクリスタルは無事だったのよね。うん、ユミちゃんとミヤビちゃんは壊されてなかったって言ってた。
目的はすでに果たしたと言っていたわ。これが世界最強の流派を決める超忍者大戦その一端だとして、マーベ国を落としたわけでもハニパ流を壊滅させたわけでもないのに、それで一体何を果たしたというの？もっとわかりやすく言ってよ。スチームレギオンのその代表格の二人の言動は辻褄が合ってない。ブランは何か裏がある。とええ、わかりやすく言うと別の目的があるってこと。二人の目的か、考えすぎじゃないかしら。案外私たちが来たから強がりって引き上げただけだったりして。もう、二人の言動の裏には何か別の目的があるかもしれないし、ないかもしれないんだね。あなたね、それ何も分かってないし、自分も考えてるって言いたいだけでしょ。女神四人は仲良しですね。次に奴らが現れるのは鳩の国かもしれません。くれぐれも気をつけて。そうなの？その時は助っ人よろしく。もちろん、必ず助けに行くからね。それはありがたいですけど、マーベ国は許してくれるのでしょうか。同盟も拒否されてしまいましたし。その時はこっそりと。その時は覆面とかで正体を隠せば大丈夫。突如仲間に加わったハニパリアの覆面忍者、これは売れる。売るな。もうすぐ調子に乗るんだから。さて、そろそろ街を出るね。今回はトリプルS級ミッション失敗か。そういうこと言わない。アスカ、こんなとこまでお見送りありがとう。いえ、皆さんにはお世話になりましたし。町や城の建て直し大変だと思うけど頑張って。私たちにできることがあったら言ってください。できる限り協力いたしますわ。そうね、同盟は拒否されちゃったけど何かできることはあるかもしれないから。はい、その時はお願いするね。おーい、アスカ、女神四人。ホムラちゃん、よかった。国から出る前に追いつけたか。どうしたの、ホムラちゃん。もしかしてお城で何かあったの？機械忍者の残党でも現れたとか。違う。ユミが大名様にお前ら女神四人から助力を受けたと報告したんだ。さっきのことをな。ユミちゃん、報告があって言ってたね。その結果、大名様は鳩の国との同盟を決断した。両国が協力し、スチームレギオンへ徹底抗戦するに異議なしとな。ミッションは帰るまでがミッションだから逆転大成功。そのための文書も大名様から持たされている。アスカと私はこのまま共に同行し、鳩の国の大名様イースンのこと。そうだったか。とにかく大名様のイースンに文書を渡しに行くよう命令が下った。そう呼んでいるのはネプテューヌだけでしょ。大名の名はイストワールよ。そうだったか。まあ大名様の前では間違えないようにするさ。ねえ、ユミちゃんとミヤビちゃんは一緒じゃないの？二人は別任務で周辺諸国の情報収集が命じられた。私とアスカは文書を届けた後、そのまま女神四人と行動を共にしろとのお達しだ。そっか、別任務ならしょうがないね。これからよろしく頼む。
苦労した甲斐がありましたわね。こちらこそよろしくお願いしますわ。同盟かなっちゃったのね。私たちが組めば怖いものなし。スチームレギオンに反撃開始よ。敵だったキャラが味方に。これは勝ちブログ。私はリーダーのネプテューヌだよ。ネプテューヌがリーダーですか。また勝手なことを言い出しましたわね。不安ね。不安しかないわ。ハッハッハー。大体級の大船に乗ったつもりで任せなさい。それ沈みそうなんだけど。それじゃ行きましょうか。これからよろしくお願いします。どうした鉄子。ああよう、落とした国の忍者から雇用相談が来ています。マーベ国を攻めてから一気に増えました。よかった本当に。ふん、テツコはスイートだな。ミーの信念はサーチ&デストロイ。敵を見つけたらひとまず撃ち殺してみることだ。殺さずに雇用など面倒なだけだろう。雇用相談無料歌っているのに、スチームレギオンのマスターがそんなことを言っては呆れますね。ふん。何より無駄に命を奪っては意味がありません。分かっている。だが抗う者には容赦なしだ。それは構わんのだろう。はい、仕方ありません。そういえば追ってきていた黒ずくめの忍者はどうなりました。分からん。運が良ければ生きているだろう。どちらにしてもここまで追ってはこれまい。マスター、よう、ゲイマ、よろしいですか。ん？なんだ？面会を求める者が2名来ています。面会ですか。1人は妖怪軍団の首領だと、1人は自ら豪商と名乗る商人だと。妖怪？商人？忍者でないなら不要だ。断れ。いえ、会いましょう。私が手引き、もとい案内をした者たちのはずです。出なければここに面会など来れませんから。鉄子、どういうことだ。今は船の力を無駄にするわけにもいきませんし、代わりに使えるかもしれないと考えました。それと一応忍者関係者のようです。要は休んでいてください。それでは案内をお願いします。はっ。いい働きをした後のみんなで入るお風呂は格別。最高だね。なんか悪いな。新書を届けに来たのに風呂をもらってしまい、しかも城の中ってことは偉い人しか入れないんだろう。そんなの気にしなくていいわよ。同盟も結んで私たちが一緒なんだし、アスカもホムラも遠慮なんていらないからね。ありがとう。ノワールさんってしっかりしてて面倒見がよくて